東方大学附属東方中学校、高等学校は千葉県奈良市の市に所在し、中高一貫教育を提供する教学の私立、中学校、高等学校、東方大学の附属校であり、推薦枠がある。高等学校においては2017年度から生徒を募集停止し、完全中高一貫校となる。略称は、東方大東方。 東方大学を設立した、ぬかたゆたか、ぬかたの芯が、自然、生命、人間の観察の必要性を唱え、1952年創立。付属する東方大学は隣接し、理系としての強みを活かした授業が行われている。構図にも書かれている通り、理系だけでなく幅広く学ぶ。受験生などからは理系に強いイメージが強く、実際、内部生の7割が、 理系志望者である。観察、思考を育む方針で、自主的でおおらかな校風が特徴である。2012年に、高校60周年、中学50周年を迎え、その間、高知の奈良市の西地区から現高地である、奈良市の東地区への移転、男子部、女子部生から共学生への移行、総合的な学習の時間を含む、自分探し学習の開始。 校内に設置していた白波量の配料、高校募集の停止など、いくつもの変遷がある。特に、自分探し学習と称した探求型の学習プログラムは多彩である。社会科博士号、レスイテーションコンテスト、英文へ日記など、いくつか特徴的なプログラムがある。また、学問体験講座は、大学の付属校の強みを活かして、学内外から、 大学教授を招聘している。高校50周年、中学40周年である2002年度から開始された。東方大学への推薦枠がある。医学部が10名、薬学部が20名。理学部にも推薦枠があるがその権利を行使して進学する者はほとんどいない。東高を含む学校法人東方大学の見学の精神については創立者の一人である ぬかた進むにより1957年に刊行された著書、自然、生命、人間に詳しい。学校法人、同窓会が復刻本を刊行している。5万948.9平方メートルの高地に、本館、北館、南館、セミナー館、特別教室棟、理科棟、美術棟といった建物が建立されており、また7つの理科実験室、 二つの単育館、天体観測室、全面人工芝グラウンドなどが整えられている。周辺は西側に日本大学生産工学部と隣接し、それを挟んで東方大学理学部、薬学部が所在する。体育系文化系体育系文化系中学は、議決機関として、生徒総会、生徒評議会、学級会を執行機関として、生徒会本部、 専門委員会を議事運営のために議長団、会計調査のために会計監査局を置く。また、必要に応じて専門委員長会議や部長会、学年評議会を開くことができる。生徒総会等法中学校生徒会最高の議決期間で通常年に回開かれる。総会員の3、4を定則数とし挙手、または拍手等々の方法で、 多数決で議案を採決する。また、次の場合があった時には、臨時総会が開かれる。生徒評議会生徒評議会は、各学級の評議員2名、各専門委員会代表1名及び、生徒会本部役員で構成される。一部例外を除き議決権は評議員にあり、学級生委員長がこれを行使する。学級会学級会では、 学級の諸問題の解決、生徒評議会に対して議題を提出することができる。また、学級会には次の役員を置く。なお、いずれも任期は半年で再任は可能である。生徒会本部、生徒会本部は次のような役職を置く。なお、立候補できるのは、本会会員の中学1、2年生のみで、生徒総会で会員の投票によって任命される。 それぞれ任期は1年。専門委員会専門委員会は次の通りである。なお、それぞれの委員会は、放送委員会を除いて、各学級から男女1名ずつを委員として選出する。なお、各委員会には次のような役職を置く。議長団議長団は、生徒総会及び、評議会の議事運営を行う。会計監査局生徒会の会計に不正がないか、監査する。 銀南祭体育祭東京大学、東京工業大学、一橋大学、千葉大学をはじめとする国公立大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東京理科大学、上智大学などの難関私立大学への合格者を多数輩出している。創立目的が理数科一貫教育にあり、創立より理工科系の進学に力を入れている。 東方大学医学部への推薦枠もある。ありがとうございます。